任せて。展開する敵部隊を。頑張ります。気づかれてるみたいです。気をつけて。そこです。これが戦争なんですね。いいぞ、その調子だ。任せて。任せてください。おはようございます。撃ってきたぞ。えい。これが戦争なんですね。やりましたね。見つかっている。気をつけ。敵拠点を押さ
そうだな。こっちの懐中時計もなかなか悪くない。大量大量。あのゴドウィンさん。なんだてめえは。僕はニコ・エーメリーです。あなたと同じ E 小隊の隊員ですよ。それよりゴドウィンさんが手にしているもの、ダメですよ。亡くなった方々の金品を奪うなんて。そんなことをしたら罰が当たります。はあ、何言ってんだてめえ。どんだけ幸せならそんな思考が湧くんだ。俺はな、死んだ奴らの遺品を売りさばいて、別に舞台に迷惑をかけるわけじゃねえんだ。見逃してくれよな、ジョーちゃんよ。そういうわけにはいきません。ゴドウィンさんの行いは死者への冒涜です。僕が目をつぶっても神様が見ているんです。今すぐ持ち主に返してあげてください。神様ね、そんなもの言いやしねえよ。もし神がいるのなら俺みたいな人間を生み出さねえだろうよ。え？ジョーちゃんにはわからねえのさ、持たざる者の苦しみなんてよ。世の中、泥水をすすらなきゃ生きられない人間もいるってことを覚えときな。待ってください。ジョーちゃんのおかげですっかりしらけちまったぜ。ゴドウィンさん、ああいう輩にはあまり関わらない方が身のためよ。大丈夫ニコちゃん、怪我とかしてないわね。ロゼッタさん、あの人のことをよくご存知なのですか？ご存知ってほどじゃないけど、私も兵役が長いから同じ小隊の人の素性は大体把握しているわ。あの人とても寂しそうな目をしていました。荒々しいのにすごく悲しい目。ロゼッタさん、僕あの人の力になってあげたいです。僕はみんなを幸せにしたくて志願兵になったんです。だからあの人も幸せにしてあげたいんです。それはまた難しいことを考えたものね。さてどうしたものかしら。それで早速お伺いしたいのですが、話によるとロゼッタさんは入隊以前は神父様をなさっていたとか。ロゼッタさんならゴドウィンさんを諭すこともできるのではないでしょうか？そう言ってもらえるのは光栄ね。でもちょっと私には無理かしら。ダルクス人の？ニコちゃんも知っているでしょ、この世界の歴史。ダルクス人が過去に何をしたか。彼らは常に迫害を受けて生きてきた。国ごとの差はあるけど境遇はいいものじゃないわ。それはもちろん僕も知っています。でも別にゴドウィンさんが悪いわけじゃ。その通りだわ。でもやっぱりダメなの。かつて私にもダルクス人の友人がいたわ。神父としての師でもあり、とても心の優しい人よ。彼はダルクス人差別を撤廃すべく人々に訴えかけ、多くの賛同を得ていたわ。でも彼の願いは決して届くことはなかった。反対派の教団に撃たれこの世を去ったのよ。そんなことが。それほどにダルクス人とは辛い立場なのよ。ゴドウィンにとってもそれは同じ。彼は故郷を戦火で失った難民なのよ。ダルクス人の彼を受け入れる町はどこにもなく、結局彼は一人で生きるしかなかったの。だからゴドウィンさんはあんな生き方をしているのですか？彼にとっては当てつけなのかもしれないわね。ダルクス人に生まれた。そんなの悲しすぎます。本当に助けることはできないのですか？
少なくとも私にそんな力はないわ。これは私にとっても辛い現実なの。そうですか。そんな悲しい顔をしないで、ニコちゃん。自分の優しさで自分を傷つけてはいけないわ。でもやっぱり僕は放っておけないです。コドウィンさんは救われなきゃいけない人です。どうすればあの人が救われるかは分かりませんが、僕はもう少し頑張ってみたいと思います。そうだったら、でも辛くなったら無理せず諦めてもいいからね。はい、ありがとうございます。コドウィンさん、コドウィンさん、何かお困りではありませんか？なんだよ、こないだのジョーちゃんか。僕、いろいろ考えてみたのですが、何かあなたのお手伝いをできないかと思いまして。ガキに面倒を見てもらうほど落ちぶれちゃいねえ。鬱陶しいから話しかけんな。あ、待ってください、ゴドウィンさん。ゴドウィンさん、どこですか？もう、どこ行っちゃったんだろう。ったく、何なんだよ一体。俺に何の恨みがあるってんだ？恨みじゃなくて慈悲の心でしょ。あの子はあなたを元気づけたいだけよ。てめえの差し金か。私は何もしていないわ。あの子がそれを望んでいるだけ。ああ、いたいた。聞いてください、ゴドウィンさん。先ほどクロードさんからお聞きしたのですが、その際は僕がゴドウィンさんをサポートします。いい加減にしろ。もううんざりだ。え？てめえは俺を野良犬か何かと勘違いしてんのか？他人に世話されなきゃ生きられないとでも？そんなつもりは。てめえに堕落人の気持ちが分かってたまるか。とっとと失せろ。さもなけりゃ殺すぞ。ごめんなさい。これだからガキは。ガキはどっちよ。ニコちゃんに当たってどうするの。あなたは自分がこの世の全ての不幸を背負っているとでも思っているのかしら。ふん、俺は自分の生き方を貫いているだけだ。てめえらに文句を言われる筋合いはね。呆れた物言いね。でもそれより今はニコちゃんが心配ね。落ち込んでいなければいいけど。あんなことがあった直後にまた死体あさりとは。てめえにとやかく言われる筋合いはねえ。ニコちゃんがいなくなっちゃったのよ。だいぶショックを受けていたみたいだからね。そうか。ま、静かになってせいせいするぜ。あなた、ニコちゃんを勘違いしているわ。あなたはニコちゃんを恵まれた子だと思っているみたいだけど、あの子は孤児だったのよ。貧しい家に生まれたあの子は生まれてすぐに教会に預けられたの。でもあの子はそんな自分の境遇に決して落ち込まなかったわ。希望を持って生きれば必ず幸せになれる。苦しいからこそあの子は生の喜びを理解している。必死であなたを救おうとしたのはそのことを伝えたいからだと思うわ。バカ。